初代バリントン死者クジョン・バリントン、1678年1734年12月14日は、イギリスの貴族、政治家。1715年より、庶民院議員を務めたが、ハーブルクタからクジ事件により1723年に、庶民院から追放されたことで知られる。ベンジャミン・シュートとエリザベス・カリルの三男として、1678年に、生まれた。 1694年頃から1698年まで、ユトレヒト大学で教育を受けたほか、1695年に、インナーテンプルに入学した。1710年に、ジョン・ワイルドマンの息子ジョンから、ベケット・ホールとバークシャーの領地を、継承。1711年に、商人のフランシス・ワリントンから、トフスを継承した。継承の代償として1711年に生を、 州都からバリントンに改め、1716年に、庶民院の議決を得て、バリントン家の紋章を使用した。非国京都であり、1715年、イギリス総選挙では、ベリックイコールアポンイコールツイード選挙区で、非国京都の支持を受けて当選した。議会では便宜的国京と禁止法の廃止を、主張、1722年イギリス総選挙でも、再選した。 1720年7月1日、ニューカッソルのバリントン男爵とアルドグラスのバリントン、死爵に除された。しかし、バリントン死爵は、ハーブルク宝くじ事件に関与した過度で1723年2月に、庶民院から追放された。1720年、ジョージ一世は、ハノーファー選定校として、ハーブルク会社に直居を与え、その直居場には宝くじ工業権も含まれていたが、 ロンドンで宝くじを販売するにはイギリスでの直挙も必要だった。バリントン試策は1720年8月にイギリスでの直挙場について、ロバート・ウォルポール、タウンゼンド試策、カートレット男ャクら正解の有力者に打診し、宝くじの計画が違法であるとして断られたが、ハーブルク会社が構わず1722年12月4日にプレスリリースを出して、 宝くじ売り場の場所を宣伝したため、庶民院は、その一週間後に調査委員会を設立、委員会は1723年2月1日に、報告を提出した。庶民院は14日に報告とバリントン死者の、処遇について審議し、バリントン死者を追放する決定を下したのであった。その後、バリントン死者は1725年に、ミスレイニアサクラオア エ n ニューメソッ o オブカ漢字でリングソー、マッチオブザヒストリーオブザアポストルズアズイズコンテーンドインスクリプチャーという作品を出版した。1727年イギリス総選挙で再びベリックイコールアポンイコールツイード選挙区から出馬して落選した後、1732年に審査法廃止を求める運動に参加、1734年イギリス総選挙でも 再び出馬したが4票差で落選した。シュリベナムの境界にある初代バリントン死者区の記念碑。1734年12月14日に死去27日に埋葬された。長男ウィリアム・ワイルドマン・シュートが借位を継承した。1713年6月23日、アンデインズと結婚、後男三女を設けた。ありがとうございます。